影響させたのと感じました。保護されるものと思っていました。ペロの話による実況で、ルーティングハウスだ。じゃあ、なんだ、飛行機からパッケージを出す場所は、エバーキー、そして、薄くなる。次のポイントです。最初は回してもらう。レミーメルキットのバンク。2年前までこのメルキットは、アンのことが見えるところだった。だが今から地方部を雇い、取引を一気に実況。それに怪しいんだから、その通りだ。見た人々で、この国立公園とは名ばかりの街に行って、その国立公園を見つめる。レオは自分のホストを頼む、なぜそのまま帰ったんですか。レオはむしろ、警官の方が信用ならない。そう言ってた。最初。そうだ、連動さん。いや、損害だどうかと企業が来て、ただそれは気にするなと私は。ありがとうございます。感謝します。お母さんの人生ね、一体何よくわかる。キューバからここに来るのはさぞ大変だったろう。君の若さで刑事にするには身元調査は欠かせんよ。調査は国民で見つかった。けど俺はそうじゃない。ろくでなしの父親を持つことがどんなかは分かる。私も長いこと苦労したよ。ゆっくり君はよくやっている。一応ここに行く。それは上手にその地図を渡した。もう必要しない。まるで落書きみたいな地図だけど。ああ、だが目的は何だ。それがわからない。明らかに何か裏のあるよね、いずれにしても。パッケージを落としてる連中のことをたぶらせようとしてる。競合相手を始末